キングだ。見たいなその状態の春日さん。仕置きがなかなかできなくて。あーで紙おむつ履いてとか練習したことありますか？排泄をこうするっていうのは、こう一応いろんなところではこうやってみたことがあります。人がいなくても出ない、不思議ですよね、あれね。で、人生で一番思い出のエッチはお散歩まるまる。そうです、それ2回あって、それが1個がさっき言った、あのローター入れて、そうです。で、もう一つが、これまた別の方なんですけど、別の男性の方で、あの、冬だったんですけど、冬にちょっと裸で、私がロングコート着て、リードつけられて、歩かされて、夜道なんですけど、歩かせられて、ちょっとドンキの、ちょっとエッチのコーナーに行ってみたりとかもして、で、ちょっと言っていいのか分かんないので、ごまかしますけど、ちょっとその辺でマーキングをして帰ってきて、ちょっとエッチチチチみたいなことをですね。マーキング、マーキングですか？あー、あ、そう、普通にマーキングだ。そういう用語があるのかな。マーキングでマーキングに。マーキング、そうです、そうです。その男性はしてないんですよね。そうです、そうです。飼い主なんで、この辺で。あ、もう本当にお散歩しちゃってるんだ。お散歩しちゃってました。その首リードをつけて引っ張られた状態でお店に入ってるんですか？そうです。本当にお散歩として。え、周りの目とかどうでしたか？いや、まあ夜中だったんで、あんまり。いや、夜中でも室内、室内はね、室内も真っ暗なわけだ。でも意外と、そんな皆さん見られてないですね。目をそらしたわけじゃないですか。見たいなその状態の春日さん。でも一応コート着てるんで、中は全裸ですけど、ロングコートは着てるので見た目は全然冬服です。あ、首は見えないんですか？ま、コートでこうペッペッてやってたので。あ、ちょっと隠れちゃってる。で、ロングなので私も髪の毛が、まあ、そう、それだとあんまり目立たないですね、こうリードも。そうなんです。ね、夏めっちゃ目立ちません？夏で夏に結んでたりしたら。確かに。めっちゃ首輪感すごいですよね。夏はやったことないので、やっとけばよかった。で、次、人生で一番変わったエッチは男性×私×〇〇。え、〇〇なんですか？これは男性かける、私かける、あの女装男性で、おお、やらせていただきました。男性か、男性が性的対象の、体はまだ男性の、服装は女性みたいな。あー、はいはいはい。あ、なんか当時デリヘルね、なんでちょっとこう、そう、こう合体行為はしていないんですけど、なんか3ピーコースだよって呼ばれて、ガチャッと開けたら男性と女性の格好をした男性がいらっしゃって、男性のおちんちんを女装の男性がペロペロして、女装の男性のおちんちんを私がペロペロしてみたいなことが、起こってました。へー、そっか。へー、面白い。ちょっとなかなか聞けないお話なんで、面白いですね。で、次、もう一個あるんですけど、制服アット〇〇。あ、これは制服アット屋上でなんですけど、はい、なんか高校生の時に、もう高校生の現役の制服で、はい、当時の先ほどの処女を卒業させてくれた彼と制服で、はい、そうです、はい、あの屋上がちょっと入れるところだったので、こうそこでちょっといい感じになってしまいまして、はい、でもこうやっぱ現役の時に現役の制服で、こう屋上ってやっぱり入れないところも多い中、そういうことをしてしまったっていうのはもう絶対に今後ありえない
できない話なので、うんうん、ちょっとあれは良かったなと思って、へー、あの時にしかできないと思って。ちゃんとしてる。エッチなお悩みはありますか？あれができない。練習中です。そうなんです。何ですか？あの、仕置きがなかなかできなくて。あーねぞー、できないですよね、なかなか。私もしたいんですけど。うんうんうん、練習してて、私実は、はい、仕置き。どういう練習の仕方してるんですか？なんか、仕置きってそもそも主成分が尿であることっていうのがわりかし最近判明したんですね、はい、大学の研究で、はい、でそこの大学の研究も論文とかもいろいろ調べた結果、まあ主成分が尿なのでいっぱい飲むっていうことになるじゃないですか、はい、でも利尿作用が強い飲み物っていろいろあるじゃないですか。お茶とか、うん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 、じゃあちょっとカフェインが入ってるものとか、うんうん、年配の方用の尿漏れ用の紙パンツを買ってきて、それを履いてちょっとローターとかそこに突っ込んで服を着てその辺ほっつき歩きながら何食わぬ顔でおしっこを出すっていう練習をしてみたりとか。へえ、そうですそうです。え、じゃあそれもうおむつ履いてるから、うんうん、あの別に漏れる心配はないですか？そうですそうです。あ、だけどやっぱりこう人の目が気になるとか、普通、おしっことかそういうものってトイレとかお風呂場じゃないとやっぱり汚しちゃうかもって思って出ないんじゃないですか。はい、正気もやっぱりそういう部分があるなと思ったので、まずは膀胱をバグらせながらどこでも何でもプレッシャーなく出せるように、うん、もういろんな場所であちこちみたいな練習をして、私の場合はあの膝立ちになりながらちょっと突っ込むタイプと、はい、正常位みたいな仰向けになってる、ちょっとまぐり返しっぽい感じになりながらこうバーって突っ込む方が私はまだ出やすいかなって感じで。へー、そうです。すごい、すごいですね、うん、めちゃめちゃ努力をして潮の吹き方を学んでいる。そうです、うん、わかります。めっちゃ体勢とかその時のメンタル状況とか、そうそうね、ありますよね、はい、繊細なんですよね、女の子。あ、でもそんな紙パンツ履いて紙おむつ履いてとか練習したことありますか？いや、なんか排泄をこうするっていうのはこう一応いろんなところではこうやってみたことはあります。だってベッドの上で例えばトイレと同じ体勢をしてパンツを下ろして、うんうん、ね、ちょっと肩幅ぐらいに足を開いて、うん、ってやってても出ない。そうなんですね、不思議ですよね、人がいなくても出ない、うん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 、不思議ですよね、うん、ね、脳が勝手に何かを判断してるってことですもんね、うんうん、そうそうそう、ここではダメだって思っちゃってるんです。そうなんですよ、うん、いや、あれ深いですよね。そうなんです。私もそれやってみます、おむつ。あ、本当ですか？でも、やりすぎるとあの本当に尿漏れとかたまにペッてしちゃうんでお気をつけください。言いますよね。おむつじゃないときちょっと危ないって言いますよね。そうなんです、バグっちゃうので膀胱が、はい、じゃあ次、おすすめしたいエッチのプレイはぐちゃぐちゃ〇〇〇、あなた様色に染めてください、てんてんてん。これは何ですか？なんか色まちは得意で、はい、で結構初めましての方とかだとわりかし半分以上の方がそのままコーナーで出してしまうことが多いんですけど、はい、やっぱり唾液が多いのと、うん、結構喉奥まで入っていわゆる喉ぼこだったりとか、うん、喉はじめっていうのもできるので、で結構こう唾液とか涙とか鼻水でブチャってなってる姿を見られてるっていう自分に興奮するところもあるので、はい、ちょっとその辺は
私のボルテージが1個上がるきっかけにもなるので、ぜひやらせていただけたらなって思って書きました。いっぱいいますよ。本当ですか？いっぱいいます。あ、じゃあ端から端で、端から端、順々に話していこうと。すごい。お味見を、お味見をさせていただこうかと。でもさっきの潮吹きもそうですけど、結構研究とかをされてるんですね、他のプレイも。そうですね、とりあえずやってみたことがないものは全部やりたいですし、こうじゃあイラマッチをっていうなら、どの体勢が一番気持ちいいかなとか、どの体勢が一番奥まで入るかなとか、いろいろ研究したりとかはしています。体勢っていうのは、はるひさんの体勢ですか？あ、そうです。私の場合は仰向けイラマって言って、こう寝そべってベッドの端から顔だけドロンと行って、そこにおちんちん突っ込んでもらう形。ああ。が一番。男性側はじゃあ、と、ん？男性はこんな感じで挟む感じですか、足で？あ、そうですそうです。顔がここにある感じです。そしたらぬるんとやっぱり入ってきやすいのと、ちょっと唾液で顔周りもぐちゃっとなりやすいので、ちょっと私のスイッチが入るきっかけにもなりやすいので、そこにたどり着くのは相当研究しないと。そうですね、だってその状態だともう首の筋肉もすごい、すごい使うしね。そうです。釣りそうになりません？いや、もうなんかそんなことを考えてはられない感じ。ぶっ飛んでる感覚が好きなので。へぇー。え、その時はもう顔をこうされる感じですか？あ、じゃなくてもダラッとなったところに、こう、勝手に入ってくる感じ。あ、男性がもう腰。そうです、そうです。動かすみたいな。そうです、そうです。へぇー。初めて聞きました、その体勢。本当ですか？はい、あ。ぜひ。ぜひ。ぜひ。はい、機会があれば、やってみます。はい、ちょっと面白かったですね。でも深いお話も聞けて、あ、本当ですか？はい、よかったです。なんか塩のその練習とか、すごい私あのなんか人と喋りたかったんですよ。あ、そうなんですね。はい、だからありがたかったです。いやいや、こちらこそ。はい、その他もね、あの楽しいお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあ、はるひさんにお会いできるには、ベルサイユというお店で会えますので、ぜひぜひ皆さん、あの行ってみてください。はるひさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、チャンネル登録はこちらをクリックしてね。うわ、ちょっとどこ触ってんのよ。こらこらこら。